どうも、チャラリクラーです。今回はですね、ということで、本日はですね、竹と、桜とかが追加されたということで、まあ、使いつつ、こういうね、桜の木とかを使いつつ、温泉旅行とかできるようなところを作ったんでやっていきます。紹介していきます。この桜いいよね、この降ってくる感じ。この外はね、橋をね、ちょっと頑張って作った。赤い橋。で、まあ、和風の感じがいいから、竹。この、あそこに神社にあるやつ。こういう道がね、ちゃんと作られてて、外の風景が見れて。このさ、外のデザインを頑張った。緑入れつつ、1階は、まあ、2階はないんだけど、実は。1階は白色で、2階は緑色っていう感じですね。まあ、実は1階だけ作ったって感じなんだけど、2階は作らない予定。まあ、中入っていきます。まあ、まず一直線の。じゃあ、まず先、男湯行きますか。この床をね、ちょっと泥にしてみた。男湯はね、あんまり使ってないんだけど、どこにも使ってないんだけど、新しいやつ。これさ、これ頑張ったシャワー。これ石鹸でしょ。で、これがなんか水入るとこで、シャワーって感じ。椅子もあるんだよね、ホテルとかも。ちょっと水ありつつ、なんかさ、露天風呂って椅子ない？こういう椅子と、こういうなんか和風な感じと、まあ、ここ滝ですね。これ滝、竹の湯です。気持ちいい。じゃ次行きます。じゃこっち行きましょう。待って、こっちはね、まだこっちの方がね、クオリティ下げ目。これ1個の湯だけです。ということで、ちょっとね、頑張りすぎた。あっちに。こっちは食堂っていうか売店かな。こっちはちょっと眩しくて見えない。ちょっと望遠鏡使うか。ごめん、ちょっとぼやけてる。よし、これお選びくださいです。待って、丸お選びください。ちょっとお選びください。こういうのが頼みますよっていう。で、ここで頼む。で、あん中とかには何にもない。このさ、ここ良くない？このさ、新しく、ここさ、めっちゃ追加されて使ってんだけど、桜とか。このさ、滝のさ、なんか模様入りなのかな？普通のやつ？横向きのやつは滝の板なんだけど、こっちは滝。竹の木材なんよね。竹の木材なんかこうグネグネしててめちゃいい。畳とかに使えそう。で、この椅子はね、イカだ、竹のイカだで座れるから、なんかめちゃよくね。なんかめちゃ合うから、普通に俺的にはよかった。これハーフブロック使った感じ、木材で。これさ、やっぱりさっき言ったさ、この木材にさ、めっちゃ使えると思って、畳に。だからこれ畳使ったんだけど、これなんだという、あ、そっか、これも新しいね。このなんか看板、上にぶら下げる看板、これ休みスペース、なんか作ったって感じです。2階はね、外から見たらあるんだけど、中からはないということで、こんな感じで。ちょっと短いけど4分だけど、チャンネル登録、高評価、チェック、バイバーイ。このスキン。